どんこちゃん、藤宮です。今日もバーサスレート世界一の解説をやっていくと思います。じゃあ、見ていきましょう。このツモは開幕 DT4 じゃないかな。DT4 っすね。LJ の時は基本的に、開幕 DT4。それに対して相手が平積みっすね。しっかり総裁を当てたところに、ちょっとこちら大見のロキリスしてしまう。できればレンチックに、しっかり積んでいきたいところだったが、まあ、置き水したんで、普通に切り替えていく。が、直列がうまい。テトリスからティスインダブルで、どんどん火力遅れそうだが、言うて相手も、結構直列来てますね。さあ、再び大美濃の置き水でしまう。二度置き水。だが、なんとか掘ってって、アイミノ、ジェイミノ、ゼットミノ、アイミノまで、しっかり掘ってって、ちょっと、ちょっと妥協消しで、T スピンじゃない、ダブル消しから、地形を合わせて、T スピンシングル。総裁外したかったけど、ちょっと外れなかった。T スピンシングル今できれば総裁外したかったですね。しかし、エルミの丸のホリレンのルートで刺さっていった。まあ、相手もまあ、地形辛くて、まあ、無理やりまあ、T スピンにしていた感じはあったんで、そこで刺さったといった感じでしょうかね。まあ、ホリレンが良かったですね、普通に。単純にホリレンが地味に強かった。さあ、こちらが再び DT4 に対して相手 TSD から TSD。で、しっかりテトリスから、まとめ1体制で1系ですね。非常に1系で、こちらは、ちょっと大身のを無理やり置いてしまったけど、テトリスから、エルミの回転入れで、T スピントリプル作りましたね。歩みの横置きで TSD 作れる形なんで、T スピントリプル作ってって、さあ、Z ミノから、ホリレンでいいルート、L ミノ、Z ミノ、T ミノ、J ミノまで、これはいいルートですね。しっかりホリレンで。ホリレンでまでは良かったけど、ちょっと S ミノの置き水が痛い。2ライン消しで、3ライン消しで、なんとか掘っていく。ホリ間に合いましたね。相手もちょっと、火力が途切れていたので、しっかり掘っていって、J ミノまでの、6連で、有利を取っていく。さあ、地形に余裕があるんで、T スピンダブル、テトリス、まとめ打ちをしていくが、相手も、地形、まあ、直列で下が来ているので、問題なさそう。さあ、T スピンダブルから、T スピン、えんじゃない ?T スピントリプルから T スピンダブルで、TD アタック。火力高めのテンプレだが、相手の直列も強い。さあ、お互い結構直列来てますね、これは。さあ、テトリスで操作やっててるが、ちょっと地形が不利。操作、ここ当たらないと厳しい。さあ、ジェイミノレなんとか先読みして、T スピンダブル作っているが、ちょっと端っこがアイミノで埋まっているんで厳しそう。きついですね。アイミノ、まあ、ジェイミノで先読みして、Z ミノで T スピンダブル作ったまでは良かったけど、ちょっとアイミノ、やっぱり置いてしまったところに穴があったんで、掘りづらかったといった感じでしょうかね。そこに相手もしっかりまあ総裁外しも兼ねて、火力を送っていったのが良かったですね。さあ、トリプル外してから、T スピンダブル。相手がちょっと DTTK、アイミノを置きミスして、グダっているが、Z ミノじゃない、なるほど、そう掘ったか。で、アイミノで3ライン消しまで。それに対して、こちら3ライン消しからちょっと、無難に掘っていって、T スピンダブルからテトリス、まとめ打ちからのホリレンのルートで、刺さっていく。相手も一応、エルミノ、ティーミノ、アイミノまでの掘りはありそうだったけど、まあ、結果的にそこまで掘れていたとしても、火力がちょっと間に合わないと思うんで、刺さってたと思いますね。さあ、DT4 だと思ったが、ちょっと大ミノの置きミスしてしまう。平積みに切り替わりましたね。そこに相手も大ミノの置きミスをしていく。さあ、大ミノの闇か。この試合は結構大ミノがお互いミスっているように、てか、特に俺は大ミノをミスっているように感じる。さあ、これは有利なの見て、しっかり積み込んで、T スピンダブルから、できればホリレンで掘っていきたいが、Z ミノ、S ミノ、T ミノ、J ミノ、I 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 ミノまで繋げるか。I ミノ3枚ゲージまで繋げて、しっかり LJ イリュージョンまで送っていくが、相手の操作を、しっかり間に合わせて、テトリス。だが、こちらも再びホリで、S ミノ、相身の真似の三雷消しが強いですね。で、しっかり、テトリスを、アイダッシュ。しっかり、化粧を総裁外して、テトリスを送って刺さっていきましたね。いいですね。まあ、やっぱりその、一ラインでも、まあ、総裁外すことによって、割と変わるんでね。特に、総裁が当たってしまうと、地味に火力が送るタイミングも遅くなるっていうのもあるし、やっぱり、まあ、単純に一ライン分、
総裁外すっていうだけで、1年ってね、意外に、まあ、関係ないようで意外に関係あるんで。まあ、できるだけまあ、総裁外すのは重要ですね。相手が地形辛いと見たら。1ラインでも。まあ、その状況にもよるんだけどね。その、時間を与えるか、与えないかっていう判断もあるけど、基本的には、総裁を外していいですね。相手が地形が辛い場面なら。時間を与えちゃダメな場面なら、どんどん火力を間髪入れずに送った方がいいですよ。まあ、そこら辺は相手との、地形との兼ね合いに、まあ、行使力次第になりますね。じゃあもう一つ見ていきましょう。これも DT4 じゃないかな。DT4 っすね。DT4 組んでいく。それに対して相手が開幕 TSD で、TSD から再び TSD。TSD パフェはなさそうですね。まあ、DT4 を使う以上、基本的にその TSD パフェは一番警戒しなきゃいけないテンプレではあるので、しっかり TSD パフェは見ておきましょう。で、3ライン消して1回削ってから、地形を良くしていきたいが、Z ミノを気ミスしてしまう。そこを上で、T スピンシングルで、リカバリするが、相手のミネラル補給地獄が、来て、結構穴場来てしまう。さあ、T スピンダブルできれば、総裁に当てなかったが、しっかりそれを相手見て、2連発総裁外してくる。いいですね。しっかりとした総裁外して、こちら回復辛いが、T スピンシングルから、アイミノまで間に合う。なんとか間に合うが、ちょっと地形的には辛いですね。3ライン消しまで間に合って、1回削ってからいいですね。しっかり、1ライン消しを挟むことによって、相手が、総裁、てか、大体火力送ってくるんですよね、相場相手。それを、利用した、しっかりとした総裁を当てる構えで、T スピンダブルで、T スピン、ミニ、やったか、ミニにして、その後の地形が若干なんか怪しいようにも見えるが、T スピンダブル作って、できればエスミノ待ちしたかったけど、ちょっとエスミノが遠いんで、エルミノで火力、てか、火力を作っていきましたね。テトリスから、なんとか火力でリカバリして、問題なさそう。アイミノがちょっと遠いんで、エルミノ、じゃね、ジェイミノまで掘っててから、直通までたどり着く強い。さあ、ここは、T スピンダブル作って、そこに相手が Z ミノの置きミス。そこを、おっと、アイミノずれたか、今の。おそらくだけど、ソフトドロップでアイミノを1個、右側に置いてテトリスにしたかったんじゃないかなと思うけど、まあ、ちょっとやっぱりああいう風に速攻で、ノータイムというか、止まらずにソフトドロップしてると結構むずいんですよね。慎重にやんないとまあ難しいという、場面があるので、そこでミスって、しっかりそれを咎めていった。さあ今回はパフェ済みでパフェが解いて、そこに相手が Z ミノの置きミスをしていく。さあこれはしっかり有利取りたいが、いいですね。しっかり T スピンダブル操作外して3連直通が来て、これは強い。T スピンダブル、T スピンダブルからテトリスで、さらに T スピンダブル。これは刺さっていきましたね。まあ、しっかり相手がまあ、総裁当てたいのを見て、こちらがまあ、まとめ地体制作って、さらに直通も引いたんで。しっかり総裁外しすることによって、やっぱりその直列を引くとさらに有利になるんでね。相手に火力を送れるっていうメリットもあって、さらに、まあ、直列できたら、さらにそれを火力にすることもできるんで。まあ、一石二鳥といった感じですね。さあ、これはエルミの、Z ミノまでのホリレンのルート。で、直列までたどり着いてるんで、非常に火力が出そうな地形なんで、総裁外しからテトリス。ここはまあテトリスにはせずに T スピンにしましたね。基本的にはそのテトリスにしてしまうと、まあリソースを全部使ってしまうんで、火力を出したいときは基本的には、T スピンを重視した方がいいですね。どうしてもテトリス打てる地形だと、結構テトリス打ちたくなっちゃうっていう人も多いと思うんだけど、まあ、継続的に火力を送るんだったら T スピンの方が明らかにいいので、まあ、そういったところですね。さあ T スピンダブル作って、ちょっとティミノトイがしっかり、余裕で間に合う。しかし S ミノの置きミスで、J ミノが欲しいところだが、J ミノがちょっと遠い。遠くで若干地形高くなってしまったが、しっかりホリレンのルートだが、これはあまり繋がらず、S ミノまで繋げたけど、ちょっと下穴埋めてるんで微妙ですね。さらに穴腹が辛い。穴腹が辛いとこに、J ミノの置きミスしてしまって、T スピンダブル間に合うけども、ワイバーセッシュ。2連発の攻撃で刺さっていく。まあ穴腹辛いとこに J ミノの置きミスしてしまったんで致命的ですね。まあ、下穴を埋めていて、あまりホリレン的にも良くなかったのも、範囲の原因かな、これは。相手のホリレンも良かったですね、でも。さあ、DT パフェ体制だが、相手が、DT TKI で火力高め。さあ、これは、先読みしてるけど、
アイミノ、アーティミノ、危ねえ、間に合った。ギリギリ間に合わせていいですね。しっかり速度に間に合わせたが、ミネラル補給までのホリネンの音が強い。さあ、3連携して、ジェイミノ、エスミノ、ゼットミノをね、掘りに行って相手が大ミノの浮きミス。いいですね。しっかり、それを見て、無難に掘っていって、おっと、大ミノミスってしまう。これは、ゼットミノ、アイミノ、ジェイミノ、アイミノは掘り入れる。おぉと、ティーミノの浮きミスが致命傷で刺さっていく。もったいないですね、これは。結構、刺さるかなと思ったところで、リカバリ的に良かったけども、ホールドが効かなかったのかな?ホールドが効かずに、アイミノを入れるとこにティーミノを置いてしまって刺さってしまった。なかなか耐え方的には良かったけど、結果的に、超究極致命的大きいミスで刺さっていきましたね。さあ、DT 砲から、平積みで、相手が DTTKI。DTTKI の方が、火力的には、火力のテンプレ的には高いんで、ちょっと不利になるかなと思ったけども、直通を引いてるんで問題ない。さあ、LJ イリュージョンからテトリスで、相手も健康。しかし、地形に余裕があるんで、総裁外しで、再び直列を引いてるんで有利でしょう。有利なの見て、しっかり総裁外して、TSD からテトリス。相手もテトリス完成で、テトリス総裁当てるけども、地形的にはこちらの方が余裕はない。意外にちょっと大きみそうしていた。相手画面を見ていたけども、こちらに余裕がなかったですね。さあ、T-Spin W 打つけど、しっかり、総裁外していて、いいですね。判断的に悪くない。なんとか、テトリス総裁間に合うけど、ちょっと不利なのには変わりない。大ミノから、Z ミノ掘ってって、アイミノ3ライン消し、から、ちょっと3ライン消し、2ライン消しから、T スピンダブルで掘りに行くけど、地形的には、だいぶ不利ですね。さあ、掘ってって、J ミノ、T スピンシングルから、アイミノ、T ミノまでの掘り連のルート、しっかり総裁外して、超健康3ミネラル補給。4連、5連まで掘ってできる相手の火力がどん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 送られて、しかし、こちらも掘り入れのルートで、T ミノ、J ミノ、L ミノ、L ミノ、これは繋がりそうだぞ。L ミノ、S ミノ、Z ミノ、T ミノ、S ミノ、I ミノまでか。ちょっとなんかミノ今解説してたのグダグダだったかもしれないけど、しっかり、11連までの掘り入れのルートをいいルートで刺していく。これは良かったですね。相手どん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 火力送ってたけど、しっかり、掘りに行きながら、しっかり掘り連のルートを、見て、全部繋げたのは、これは良かったですね。火力バーサス掘りといった試合ではなかったでしょうか、これは。しっかり、まあね、火力を送られても焦らずに、冷静に掘りのルートを見ることによって、まあこういう風な逆転が可能になるんですよね。やっぱり掘りっすね。テトリスでなんだかんだ一番重要なのはやっぱり掘りなんで。火力、作るのもちろん重要だし、いろいろ、まあ技術力とかそういう面も重要だけど、なんだかんだ言ってやっぱりテトリスにおいて一番重要な技術は掘りなんで。やっぱりしっかり掘りのルートを見ることが重要になりますね。はい、ではこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。